で吹き出し口外していきます。で吹き出し口外すにはいろいろ外さないとダメです。大変やで。うん。でまあ全部外してもうたら、うん、このこれ、うん、トルクス、うん、T20 ぐらい、うん、これ T20 です。それいくはまあ一緒やと思うねんけどぽいよね。うん。であ、ここや、爪、うん、入ってる、うん、スライドス、いや、うん、ちょっとし、あ、内側は下にずらして持って、うん、外側はスライドで、うん、こういう感じやね、うん、うん、これでまず1個は外れたね、うん、ここがちょっと難関、何が難関か、あ、何が難関か言ったら22ネジがないやろ。ちょっと待てよ。ネジがないいうことはその横違うの、回すの、あ、回したらやっぱりネジがない。あ、あるわ。どこ、ここ、上。え、だからほんまはこいつを外してちょっと浮かさなかった。これ一回外してるから、あ、だからこれは回しただけで取れてるんか。うん、なんかこれは、うん、すんごい、だから外してネジを、これはめんの、もうはめたらスポッてあそこのダクトに入ってくれるんかな。なこいつもひょっとして、それはネジついてるやろ。ついてる多分。あ、こいつはついてる。うん、だからこっちはちょっと照らしてほしい。触ってないので、うん、一回ちょっと外してみようか。 T20 です。まあさっきこっち外した。あ、うん、それ一緒？一緒やと思う。助手席ドア側、うん、だからさっきです、ね、さっきは、はい、上下やからこっちに回したら、やっぱりこっちにちょっと回したら内側に、うん、な、内向けに、だからこっちは右、うん、右は左、うん、だからこれは、うんうん、こっち、あの、うん、ドア側は簡単、うん、これこれやなこれもうね、外す前から言ってました、ここが絶対に何かあるって。でもこれ、はい、見とってんけど、はい、いろいろ外しついてるやつを外していったら、うん、あのブラブラになるから、うん、まあ無理くりやったりとかはない、できる可能性もあるわな、うん、無理くり。これエアバッグのカバーやから、ほんまは多分こんなん外せへんと思う。普通こないこのダッシュの上のやつとか外す、ほらやっぱり、やっぱりほら、やっぱり外れへんやん。ここに一個ね、あ、ひょっとしたら、あ、入る、入るね、うん、うん、だから向こうは外したけど、あ、入った形跡あるやん。そうやろ、ここネジがないね。そう、元のオーナーさんが多分ね外された。 あ、これ試すの忘れとった。あ、磁石な、うん、どこ、ここや社長。もうでももうネジ外れてしまったから外しきってないよね。こういうことやるな、だからポロンと落ちて、うん、せや、逆に言うたら落ちとったやんな、あれネジ。こうやって締めていってもらって、うん、まあ今はもう緩めるけど、うん、うん、なんかちょっと難しいね。うん、だから障害物があるから、うん、入れるときはこっちからガバガバって入れたら、うん、いけます。うん、いけるな、うん、うん、取るときは横にスライドさせて落ちひんようにして、うん、これにくっつくようにして、だからここに落ちとったよ。うん、そうやね。これで、これは回してもらったら通れ。これはだから反対や。こう、うんうん、こういう感じな、うん、で最後にこいつが引っかかるから、引っかかれへんようにちょっと浮かしてもらってしたら、うん、いけます、うん、ダクッ、こう抜くんじゃないねんな、引っ掛けは抜くねんな。うん、そう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 、うん、こんな感じです。吹き出し口ですね。簡単じゃないですよ、他にも取らないと取れないですこれな、うん、3日間で全部大変です。分からへんかった、3日以上かかるな、うん、外すのに。まあでも一個一個ね、ちょっとずつ外していったら、時間あって、これから触ろうかなと思う人だったらいいかもな。ここは外しちゃうかも。うん。
なので今つけていってます。この黒いブラケットは取れると思うわ。あ、はいはい。うん。上は外したかも。うん。こんな感じです。吹き出し口。うん、もこれもヤフー出品していくのでまた見といてください。報告も、うん、またチャンネル登録とこれお願いします。